2011 Part 1思い出の1年体験したことを伝えよう。ここでは本部について説明していきます。で、内容はこんな感じです。さきたちのクラスでは1年の思い出について英語で文章をまとめることになりました。まずはベーカー先生の作品です。で、ベーカー先生の作品なんですけれども、まずタイトルがあります。タイトル The Japanese New Year、日本のお正月というタイトルで、タイトルを書くときは、大文字で、単語を大文字でスタートさせると、いずれにしましてもジャパニーズとかニューイヤーっていうのは大文字で始めるので、ここは問題ないかなと思います。で、まず最初書き出しが On New Year's Eve 大晦日に、で、にっていう部分は on で表します。で、New Year's Eve とか New Year's Day とか Christmas とか、あと、Birthday とか、なんか特別な日とか、あと日付ですね。これは on で表していって、何々にと。ちなみに第2段落 On New Year's Day、 これも on でね、スタートしているということで。はい、で、次いきます。My friend and I、ここはとても重要なんです。My friend and I という語順です。I and my friend とは言わずに My friend and I、というのが、英語の決まりです。つまり I は and I というふうにしていくので、例えば友達複数なんか何人かいたっていう場合でも何々誰々 and I、最後に愛です。はい。で、次いきます。enjoyed、楽しんだんですね。で、enjoy に ed がついてるから、ここは過去形。で、何を楽しんだかというと、the Japanese way of life、日本の生活様式ですね。はい。生活様式を楽しみましたと。で、次。次というか、ごめんなさい。The Japanese way of life。ここの of も重要です。The Japanese way of life。way of life で、例えば、生活の方法。of というのが not という意味になりますので、生活の way は方法なんですけど、生活の方法っていうより、訳すときは生活様式というふうに自然な日本語に訳しちゃってもいいんですけど、ただここの構造だけは覚えておいてください。後ろからこう前にこう何々のというふうになります。で、次。We watched a music show on TV。はい、ここの watch。これも ed がついているので過去形ですね。で、次は a music show。ショーというのは、番組とかショーなんですけれど、数えられるものなんですね。だから、ミュージックの前にアをつけます。A music show となります。で、次、on TV。テレビでっていうときは on TV。はい、これは丸暗記しましょう。テレビで。はい、次、そして、And we tried some special soba. We tried の tried ですね。ここ過去形ですね。試してみたということですね。スペシャルそば、特別なそばを試してみた。食べてみたっていうことです。はい。で、スペシャルそば何ですかと言われたら、おそらくこれは、年越しそばですね。ニューイヤーズイブ、大晦日に食べるものですから、年越しそばを食べてみましたということで、次ですね。On New Year's Day、お正月に、やはり先ほど説明した On ですね。で、We visited a shrine、私たちは Vist に ED がついて Visited、 訪れた。 A shrine、 神社、訪れた。で、early in the morning、 早朝にです。朝早くにということで、early in the morning、
イコール早朝で覚えてください。はい、次。We clapped their hands. あ、ごめんなさい。People ですね。People clapped their hands.、人々は、手を叩いて、and prayed, 祈ったですね。うん、clapped、P を重ねて ED をつける。それで、their hands。People だから、複数形ですね。だから彼らのというふうになって、hand には S がつくと。hands になって、で、and prayed。ここも ED がついたので過去形ですね。はい。で、次。We clapped too。私たちも手を叩いた。で、We prayed for a good year。pray for というフレーズを覚えてください。何々を祈ると。つまり、a good year。良い一年ですかね。良い一年を祈ったっていうのが直訳なんですけど、良い年になりますようにと祈ったということです。はい、じゃあ、本文を読んでいきますので聞いてください。The Japanese New Year. On New Year's Eve, my friend and I enjoyed the Japanese way of life. We watched a music show on TV.And we tried some special soba. On New Year's Day, we visited a shrine early in the morning. People clapped their hands and prayed. We clapped too. We prayed for a good year. はい、じゃあリピートしてください。The Japanese New Year. On New Year's Eve.My friend and I enjoy the Japanese way of life. We watched a music show on TV. And we tried some special soba. On New Year's Day, we visited a shrine early in the morning.People clapped their hands and prayed. We clapped too. We prayed for a good year.